若松 G3 オールレディースジャルカップ、勝ちたい気持ちを翼に乗せて今節のファイナリスト6名が水面に登場です。1号艇は福岡の川野芽衣、2号艇岡山の寺田千恵、3号艇愛知の大竹明日香、4号艇群馬の松本昭恵、5号艇滋賀の香川元子、6号艇は大阪の五反田忍です。4人のドリームメンバーが内枠中枠で登場となりました。優勝戦の第12レース、ホーム側緩やかな向かい風です。6月のビーナスシリーズ完全 V に続く若松連覇狙います。川野芽衣が優勝戦1枠インにどっかりと座ります。そして2コース5回優勝歴ある大好きな若松水面、前節 V モーター操り、今シリーズも手応えは十分です。2号艇の寺田知恵、3コース順位は加賀の陰線破っての1着輸出、3号艇の大竹明日香、引っ張った4コース昨年のクイーンズクライマックス覇者若松は初輸出です。4号艇の松本昭恵、5コース琵琶湖平和島に続くオールレディース3節連続輸出、順位1枠陰線敗れて、ここはリング交換、5番の香川元子、そして今季好調の勝負強さで乗ってきました6号艇の五反田忍が大外枠なり、優勝戦第12レースインコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。優勝戦の第12レース、スリットを覗かせる1番の川野、2番の寺田、一周1マークの旋回、インから先前1号艇の川野芽衣、3号艇大滝の幕出し、差しのハンドル2号艇の寺田知恵、バックスレッジ1号艇の川野に迫る2号艇の寺田知恵、スタートは前提正常でした。一歩抜け出す1号艇の川野を追いかけます。2号艇の寺田知恵、直線コースから1周2マークの旋回、さあ攻め込んでいく2号艇の寺田、握った1号艇の川野内、飛び込んできました。5号艇の香川元子、ホームスレッジ一周の2マーク展開ついた、5番の香川元子が先頭に上がりました。並んで追走は2号艇の寺田、1号艇の川野、さあ2号艇5号艇1号艇並んだ3艇による優勝争いは2周の1マーク、先行するのは2号艇の寺田、切り込んでいく5番の香川、1番の川野、バックスレッジ2号艇の寺田が若干のリードもまだまだしぶとく食い下がってくる、5番の香川元子と1番の川野芽衣、その後大きく定冠がいた3番の大滝、4番の松本、最高峰6番の五反田、2周2マークの旋回、先行するのは2号艇の寺田知恵、1号艇の川野、5号艇の香川を振り切っています。2番の寺田が先頭、おっとちょっとバランス崩しているか、1号艇の川野芽衣、2号艇1号艇まだ一定審査、その後ろ若干定冠離されました、5号艇の香川元子です。激しい優勝争いとなりました。先頭走る2号艇の寺田知恵、3周の1マークトップで回った、続いて回る2番手が1号艇の川野芽衣、そして3番手が5号艇の香川元子です。上位の体型は2番1番5番です。このまま2-1-5ならば3連単オッズは 32.1 倍です。若松は6回目、今年3回目の優勝へ向かいます。2号艇の寺田知恵、最後のホームステッチへ、2番手が1号艇川野芽衣、そして3番手が5号艇の香川元子、まもなくゴールです。先頭2番寺田、優勝のゴールイン、1番川野ゴールイン、5番香川ゴールイン、3番大滝、4番松本の順でゴールイン、ラスト6番五反田ゴールイン、以上優勝戦第12レース全艇ゴールインしました。